X-30 の創造図 X-30 はアメリカ航空宇宙局で構想された宇宙航空機ナショナルエアロスペースプレーンの頭文字を取ってナスプと呼ばれるまた発表段階にはオリエントエクスプレスという名称も追加されたことがある構想のみで実機はない冷戦の一戦略として戦略防衛構想を推進したレーガン政権は 1986年、ナスプと呼ばれる宇宙航空機の開発を発表した。これは国防高等研究局が1982年から検討していたものであった。大気圏外をマッハ25で飛行する極超音速旅客機である。歌い文句として極東とアメリカ合衆国本土を2時間で結ぶことを歌ったためにオリエントエクスプレスとも称された。 1990年代末の収益が目標とされ、X-30 はこの計画の研究機と位置付けられた。初飛行の予定は1992年とされた。開発費の負担はアメリカ航空宇宙局とアメリカ国防総省が負担した。1987年には、ジェネラルダイナミックス、ロックウェル・インターナショナル、マクドネル・ダグラスの3社が先行に残ったが、 その間にも予定は遅れ、目標が2000年以降までずらされた。開発時期を遅らせても、年間必要経費が100億から200億ドル必要となるなど、開発費が高騰し、1994年、アメリカ議会は、この計画の予算を否決した。これにより開発は中止となった。X-30 の開発にあたっては、スクラムジェットエンジンなどの新しいエンジンや高熱に、 耐えうる新型素材などが必要であり、それらの開発に成功しなかったことが中止の一因である。なお、スペースプレーンの研究自体は継続されている。現在残っている X-30 と称する想像図は多くの種類がある。このことから X-30 は実際に構想止まりで初期設計段階にも進んでいなかったと考えられる。 以下に代表的な X-30 の概要を示す。http://www.fas.org/.irp/.mistery/.nasp.htm ありがとうございます。